皆さんおはようございます。トリスです。コンテストまであと19日になりました。でなんですけどね、今なんと私は羽田空港国際線にいます。なぜ国際線かと言いますと、今からスリランカに行ってきたいと思います。はい、もう大会直前に何やってんだって叩かれることは100も承知なんですけど、この減量末期ピリピリしてる中だからこそね、感じられるいろんなものがあるんじゃないかなと思って、楽しんでいきたいと思います。今回の旅なんですけど、中国東方航空を使ってまず上海でトランジットをして、そこからスリランカのコロンボに行く予定です。ちょっと乗り継ぎとか本当海外久々なんでドキドキしてるんですけど、無事に着くように行ってきたいと思います。はい、今から上海に向かいたいと思います。はい、上海の空港に到着しました。なんかすごい広くてビビってます。トランジットちょっと不慣れなんですけど頑張ります。はい、めっちゃ空港広くって、とりあえずなんかモノレール的な何かに乗りました。合ってるかな？はい、ということで無事に手荷物検査も終わって到着口に来ました。ちょっと初めてのトランジットでドキドキしてたんですけど、結構ねすごい大きい空港で人も多くて、はい、なんかちょっと時間潰して次の飛行機に乗りたいと思います。はい、次の便まであと2時間くらいあるんで、飲んでいきたいと思います。ちょっと頼み方間違えてジンビールの予定が確です。乾杯。うまいなぁ。世界共通、核はうまい。美味しそうなチキンです。ちょっとピリ辛な感じしますね。いただきます。トロトロしてますね。ハイボールとの相性いいかも。はい、いよいよ人生初のスリランカに向かっていきたいと思います。イエイ。はい、機内食いただきます。チキンオアビーフでチキン選びましたが、チキンです。はい、夜ご飯が出てきました。いいなーって言われたんですけど、中でお肉入ってるみたいですね。はい、コロンボに到着しました。いや、結構ね、長かったなって感じはします。あいにく今日朝からずっと大雨らしくって、めちゃくちゃ外雨降ってるんですけど、楽しんでいきたいと思います。すごいなんか、シンハラ語ってちょっとお尻みたいな可愛い絵ですね。すごい、仏教の国で、はい、お出迎えしてくれてます。はい、空港からご丁寧に車で送っていただいてます。結構ね、空港降りたすぐは車が多かったんですけど、今こちら高速ですね。結構高速は空いてるみたいです。なんかやたらよく見る景色だなと思ったら、スリランカの高速は日本の会社が作ってるみたいで、それで結構左側通行ですし、あと日本車もめっちゃ多いですね。ちょっとね、親近感湧いてほっとしてます。看板とかも日本っぽい。はい、一番最初になんとジム見学に連れてきていただきました。嬉しい。これまだ作ってるんでしょうかね。乾杯、ありがとうございます。ちょっと入れてみていいの？入れてみます。シュワってなった、これ。ほら。なんでこっちビール飲まないの？私はね、ビール、ビールはい、なんかすごいみんなで食べる用の美味しそうな豪快でいいですね。はい、本日宿泊させていただくお部屋、こちらです。すごいなんかね、中東な感じがして、落ち着く感じがします。なんかいいですね、こういうのね。はい、お風呂場はこんな感じ。すごい、お手洗いが四角？うん、なんか可愛いですね。はい、おはようございます。トリスーです。2日目の朝です。今日からはそのオーナーの仕事に付き添わせていただくんですけど、はい、まずね、ちょっと外散歩して、外の様子見に行こうかなと思います。時差ボケとかは、まあ日本と時差が4時間半なのかな。なので、まあ多少は眠いなっていうのがあるんですけど、でもそれでも夜しっかり寝れたので、今日も元気に楽しんでいきたいと思います。はい、目の前にビーチがあります。ビーチ行きたいんですけど、この車の間を渡っていくのがちょっと難しそうで、結構ね、こっちの車速いし、なんかちょっとね、ぐいぐい来る感じなんですよ。なのでちょっと渡るのやめとこうかな。もうちょっとだけ様子見ます。はい、電車です。あんまり電車は走ってないらしいんですけど、はい、こんな感じです。車がメインの社会みたいですね。はい、なんかスリランカは結構この都市にショッピングセンターがあったりとか、あとこう携帯ショップがあったりとか、この地域によって何か売ってるものが違ってくるみたいな、日本でいう秋葉原電気街みたいな感じに、ね、なってるらしいですね。ここは多分お洋服が多いところなんですかね。はい。なんかすごいね、色鮮やかなファッションがたくさん並んでます。これがスリランカ料理です。スリランカ料理。ダイエットにも良さそう。小麦使ってないらしい。米はね、食べるんだけど。お昼ご飯です。チキン、大きいチキンいただきます。うまっ。やわらかい。うん。なんか美味しくて。ケトジニック中なんで、本当はビリヤニをいただきたいんですけど、炭水化物が取れないんで。こちらの豆と魚とお野菜も注文させていただきました。これすごいですね。小麦粉使ってないんで、完全にダイエット食ですね。はい、2日目泊まるホテルこちらです。ベルシャワホテル。結構老舗な感じがします。ウェルカムドリンクいただきました。少しいただきます。ちょっと暗くて見えないかもしれないんですけど。思いっきり線路の上を渡ってます。え、何？ピッチャーじゃなくて、パリピな。中入ってるのはこれ、ライオン。なんてことだ。すごいの来た。何かが未だにわからん。あ、ステーキだ。朝の景色こんな感じです。綺麗ですね。海も見えます。なんか海ね、トレーニングしてる人いるっぽい。はい。線路渡ります。めっちゃカラスいる。わお、すごいなここ。めっちゃ悪いことしてるみたい。Good morning。すごい朝の海の様子です。結構人もいて賑やかですね。なんか何の匂いだろう。すごいね、トロピカルな香りがします。わー、なんだろうこれ、何やってるんだろうな。めっちゃ犬いるなめっちゃ犬いるしかもなんかこっちの犬ね、でかいんですよね。チワワとかじゃない。これはなんか釣ってるのかな。波は結構強そうですね。で、せっかく浜辺まで来たんで朝のトレーニングやっていこうと思います。日本からはチューブと、あとバンド、あとサプリメントを持ってきました。まあほんと最低限の荷物しか持ってこれなかったんで、限られるんですけども、でもね、鍛えていきたいと思います。朝食ビュッフェです。卵メインに食べていきたいと思います。水道関係、水回り関係の視察もまず最初にやっています。すごいタワーマンションが立ち並ぶところに来ました。めっちゃ高い。わお、もうね、完全に首がやられてますね。ここから、ちょっとおしゃれなところに行くみたいです。上が見れる。めちゃくちゃ大きい。すごい。ここ10階だそうです。なんか日本の10階とはちょっと違うくらい高いですね。これね、46階なんですけど。そう、これちょっと外エグいっすよ。うわ、なんか大きいですね。すごい、46階のベランダ。ベランダ。うわ、怖い。さすがに足がすくんでます。海が見えて、うわー、お昼ご飯です。サンドイッチとかサブマリンで有名なチェーン店なんですけど、すごいわがまま聞いてくださって、肉、魚、あと野菜全部分けてくださいました。ありがとうございます。そう、サブマリンになるとこの大きさみたいです。めちゃくちゃでかい。これが約2年半後に建設予定のリッツ・カールトン。すごいですね。はい、これがさっきのモニュメントのようになるみたいです。すごいな。てかでかい。90階ってすごい。はい、本日泊まるホテルこちらです。ピールグラウンドって書いてありました。なんか素敵なホテルっぽいですね。やった。はい、本日泊まるお部屋こちらです。結構ね、今回はこじんまりとした、でもすごい清潔感のあるホテルですね。目の前にこれきっとタワマンが立つんでしょうね。はい、こんな感じです。あ、電波塔もまた見えますね。はい、屋上のルーフトップバーに来ました。ジムもね、あります。ここ使うときにまた紹介させていただきます。ここなんかね、お酒が飲めるみたいです。ちょっと飲んでみようかな。ウイスキーいただきます。乾杯。結構なんかアルコール度数が強めの感じで、味は若干フルーティーっていう感じですね。でただソーダの炭酸が若干弱くって、なんか水割りに近くなってしまいました。ショッピングセンターのようなところに来てます。ここでね、日本食をいただくみたいです。なんかいろんなお店あって楽しそう。でっかい施設です。地下から入ったから全然分かんなかったけど、これはすごい。結構なんか高級なお店もありますね、たくさん。はい、ラーメン居酒屋に来ました。まことや、いいですね。すごい太鼓とかもある。ここはなんかラーメンが有名なんですけど、他の日本料理もあるみたいで、すごい楽しみです。すごいしっかり日本語書いてありますね。わあ、いいですね。なんか結構ちゃんとした日本の居酒屋って感じがする。はい、本日もピッチャービールです。なんか独特な香辛料みたいな。はい、お肉いただきます。ラーメンですね。私は残念ながら食べれないんですけど、これは美味しそう。ちょっとね、試食させていただいたらミルキーな感じがしました。辛いよこれ。辛いそうです。はい、アイスクリーム屋さんです。すごいなんかね、トルコアイスみたいにして混ぜてくれてました。